コロナ復興税という愚策を画策し、日本経済をぶっ壊そうとしている方がいらっしゃいます。増税はね、本当に悪なんですよ。こんばんは、かなめです。今日も日本の誇りを取り戻す。コロナ復興税という愚策を画策し、日本経済をぶっ壊そうとしている方がいらっしゃいます。西村康稔経済再生担当大臣兼あれ対策担当大臣です。検察庁法改正案を抗議する前に、こちらを優先するべきなんじゃないでしょうか。はい、このチャンネルは時事ネタや社会問題などを個人的にピックアップして、できるだけわかりやすく解説していくチャンネルです。チャンネル登録とあとグッドボタンお願いします。あとご感想や追加の情報などあればコメント欄にお書きください。よろしくお願いします。はい、今日もやっていきましょう。コロナ復興税を画策して日本経済をぶっ壊そうとしています。西村康稔経済再生担当大臣兼あれ対策担当大臣です。はい、今日のニュースです。朝日新聞から、あれの対応のため政府が設置した基本的対処方針等諮問委員会に竹森俊平経大教授ら経済の専門家4人を加える方向で政府が調整していることが分かった。緊急事態宣言の一部解除を見据え、今後課題となる感染拡大防止と経済活動の両立について見解を求めるのが目的だ。はい、これどういうことかというとですね、今までは感染対策の専門家ばかり国政府が招聘していたんですが、まあ、経済復興に向けて、まあ、経済の専門家が必要だということで、西村大臣はあれ対策の諮問委員会というものを作りました。ここまでは良かったんですね。以前の動画で僕も公衆衛生の専門家ばっかで、経済の専門家はなんでこんなに少ないんだ、なんで呼ばないんだろうかという主張も以前の動画でしてたんですけれども、はい、今回はもうその流れで経済学者を呼ぼうってなったんですね。ここまでは良かったんですよ。しかし、ここからが問題なんですね。西村大臣が呼んだ経済学者は全員緊縮財政派、増税派の方たちなんです。代表例を挙げます。小林慶一郎先生と大竹文雄先生です。このお二方はですね、2011年の東日本大震災の時、東日本大震災からわずか3ヶ月で出された復興増税というものに賛成された方々なんですね。そして安倍政権の2014年、そして昨年の2019年の消費税増税の立役者でもあります。昨年の10月から12月の年率換算 GDP はマイナス 7.1% という恐ろしい成績でした。この恐ろしい成績を叩き出したのも、まあ、彼らの経済政策の結果なんですね。さて、東日本大震災の時に復興増税として所得税にプラス 2.1% まあ課されたんですね。このせいで国民の消費っていうのは4兆円程度減少してしまったんですね。そもそもですね、大災害の時の増税はね、ありえないわけなんですよ。世界の先進国でももう有事の時に増税をするっていうのは日本ぐらいなんですね。普通であれば国債というものを発行して復興のお金に充てます。国債とはですね、国が、まあ、国債、まあ、紙って思っちゃってください。紙をこう発行して、この国債という紙をね、作って、これを例えば日本銀行、日銀に買い取ってもらい、大量のお金をこう取得することです。この大量のお金を取得して、この大量のお金で、その復興の財源に充てられるんですね。さてですね、国債の発行というとですね、マスコミの表現として、借金などと言われちゃうんですね。そしてこの借金である国債を発行してしまうと、日本経済は財政破綻する。こういうふうにマスコミは騒ぐんですよ。はい、財務省やマスコミはこのようなことを言っていますが、いいですか？日本の財政破綻は 99% ありえません。なぜならですね、日本は自国通貨発行権というものを持っています。自国通貨発行権を持っていれば、文字通り自分の国のお金は、こう自分で発行ができるんですよ。説明は今回詳しくは省きますが、まあ、簡単に言うと、まあ、自国通貨発行権を持っている国は、まあ、借金があっても絶対破綻しないんですよ。だって自分でお金すれるんですもん。借金はですね、日本政府が日本人に対して借金してるんです。つまり例えば家族間で借金をしてるようなもんですよ。家族間のさ、親子間で借金してても別に大丈夫じゃないですか。友達から借りるのがまずですよ。友達から借りて、まあ、友達っていうのはここで言う外国ですよ。外国から借りると財政破綻してしまうんですよ。返せなくなったら。だからですね、財政破綻をする国っていうのは、まあ、友達から借りる国、つまり外国から借りる国なんですよ。10年前ぐらいのギリシャは外国からお金を借りてしまって返せなくなったから財政破綻したんです。したがって日本は日本政府が国民から借りてるからもう全然平気なんですよ。まあちょっとここは後日やりますね。要は、まあもう一度言いますね。日本は国債を発行して借金を負っても、屁でもない、全然
大丈夫、平気ってことですよ。はい、そこで財政破綻の心配はないのにもかかわらず、財務省は国債を発行するのを嫌がるんですね。つまり財務省的にはまあもちろんお財布を管理してますから借金するのを嫌がるわけなんです。はい、さて話は戻りますが、まあ、その財務省の言いなりの政策をしているのが先ほど述べた経済学者の小林慶一郎先生だったり、大竹文雄先生らなんですね。ここで西村大臣のツイッターの発言を見てみましょう。コロナ対策の諮問委員に任命した小林慶一郎氏は、財政再建至上主義者、増税派ってことですね、増税派との評価がありますが、任命に際し本人と何度も話しました。最近の市の論文では、今は財政再建にこだわらず国債発行してでも厳しい状況にある人の支援を行うべきと、財政支出の重要性を主張しています。経産省の後輩でもあります。はい、西村大臣の弁明はこうです。小林慶一郎氏は、借金を絶対にするなというね、いわゆる財政規律派、増税派なんですが、今は財政を気にせず国債を発行するべきだと話しています。だから小林慶一郎さんは怖くないよ、大丈夫だよって言ってるんですよ。これね、皆さんうまいですね、騙さないでくださいよ。政治家うまいですね。今はって言ってるじゃないですか。今は国債発行するべきではないって言ってるんですよ。つまりですね、今ね、あれ流行ってる、あれが落ち着いたら増税するかもよって言ってるんですよ。これ本当にね、これ騙されてはダメですよ。本当に今ネットでみんなで声を上げないと増税されますよ。増税はね、本当に悪なんですよ。増税すると日本はデフレに戻ってしまいます。デフレに戻らないするために減税してお金をしっかりする、つまり金融緩和ですね。金融緩和して、これでインフレーションを起こして経済を復活させること、これが大事なんですよ。はい、安倍政権はですね、財務省の圧力に負けて、増税を2度行いましたが、もし消費税をね、増税しなかったら、今の日本経済はね、本当にどれだけ強くなっていたかですよね。はい、今のうちに、Twitter だったり、この YouTube のコメント欄でもしっかり政府はビッグデータとして統計で取ってコメント見てますから、皆さんで本当に声を上げていきましょう。増税は悪なんです。はい、今日はあれ復興税が設けられる可能性についてでした。明日も日本の誇りを取り戻す。社会契約論で有名なルソーは露出狂だったんですね。あれ、ニュースがない。あったあったあった、よし。財政